明日シアト何すんだ？要するに焼肉行く。焼肉行きます、明日。まあでも、はい、昼は、ちょっとスマブラ大会見たいから、ミラーしようかなと思ってる。その後は、ラブホ行く。普通に、シアト、ラブホ行く。ガチっぽいかネタにしていいのか分からん。ガチっぽくねえだろ。どこがだよ。シアが唯一しないこと、男とラブホテル行かない。ガチ俺シアトでもラブホ行ったことあるよ。俺と、シアトスケさん。と、あとはもう一人、小倉っていう人で、もう終電なくて、もうガチでラブホしか入れなくて、ラブホ行こうって。で、もう、スケさんが酔っ払って、もう、じゃあ、マジで、ラブホ行こう、ラブホえじゃあラブホ行こう、大手当たろもうクソだるそうで、大体シークソしたうちにしたの。あったあった、もうあったから黙れとか言って。で、もう、ラブホ行って4人で。で、マジであいつらうぜえからさ。お前と同じ部屋でしてくんねとか言って。で、俺とシアの部屋で、スケさんと小倉さんの部屋で、まあ別れたわけよ。俺たちはもうほんと、マジもう疲れたら速攻寝ようぜとか言って、寝てたんだけど、30分くらいしたらかな、スケさんが、ドン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 ってきて、おい起きてるかって言って、もう、うぜえのマジで。で、シアが、もう無視しようぜあいつとか言って。でもさすがに俺はもうね、先輩だから無視できねえと思って、もうガチャーって開けたら、もうスケさんなんすかって言って、おい今から遊ぼうぜってさ、わかりました。わかりました。俺が、じゃあそっちの部屋に行くんで、シア寝かしてあげてくださいと。俺めっちゃいいでしょ？めっちゃ優しい友達でしょ？で、スケさんの部屋行って、で、ワトニャン、俺、昔はな、ニコ生で立ち見満員でさ、人気だったの最低だったんだよ、とか言って。そうでね、スケさん、昔はね、すごかったよねって言って俺が慰めて、スケさん、よしよし、って。昔は俺もな、立ち見で満員でな、22時の定期放送毎日して人気だったんだよ、とか言って。そうだね、スケさん、よしよし、とか言って。で、その部屋で、男3人で、青天の霹靂っていう、映画をちょっと見て、大泉洋のね。で、もう、スケさんが泣き出して、ふぅーとか言って、あ、もうスケさん、じゃあねっつって、もうめんどくさいから、もう自分の部屋に戻った。もう、あ、もうさすがに無理だ、俺は、つって。その流れやった。うん、普通にそんな流れでやった、スケさんと。うん。そこは、ちょっと省いちゃった。おい、バトラー、マブラは？マブラは？マブラ見れないと寝れない？お前もしかしてスマブラのことマブラって言ってる？ごめん、マブラない今日。